ゲゲです。今回はね、この、ちょっと久しぶりの投稿になっちゃうんですけど、パソコン壊れてて、投稿ができなくてね、お待たせすることになっちゃったんですけど、今回はね、今の環境、ファルチが強いんですけど、ペッカも強いんで、ペッカ使ってみようと思います。よろしく。パソコンがなんか壊れちゃってね、英語がめちゃくちゃ出てくるんですよ。読めないんで。英語とか読めるようになりたいですね。いろいろ広がりそう、幅が。うわ。読めるようになろうってちょっと一瞬思ったんですけど、マジで、辛そうって思って。これ、あれですね。ホグですね、わあ、ちっとくんないか。まあいいや。ギリギリで止めてホグ来たらエレキもプラスかな。てかエレキでよかったかもしんない。まあいいか。ホグ来たら次はエレキで止める。これはホグ受け？じゃここユニットで受けてカウンターする感じで。多分ゴブリン来るんで。来なかった。すいません。なんでもないです。まあ、いっか。結構削れたから。で、多分相手ロケットなんで、マジャッチャがめちゃくちゃうざいと思うんですよ。んで、マジャッチャ頑張って生かしましょう。次ホグ来たら、しっかりペッカーはしたいですね。で、ここで、小島出しても、あれが来るんでね、ゴブリンがいるんで、そう、こんな感じで。マジャッチャとかで。よいしょ。多分これ、バルキリーで受けられるから、受ける読みペッカみたいな。ゴブリン来たんだから、言うてだるいと思うんですよね。だるそう。そうでもなかった。これ、ホグ来たら、最速言うので受けて、最速ダッシュ言うのね。来た。で、古城単体だと、ゴブリンにやられちゃうんで、しっかりゴーストをつけて、ほら。これ。で、バルキリー来るんでね、そこにマジャッチャ合わせてあげましょう。これ当たんねえわ。出さなきゃよかった。で、近づいてきたら言うので、マジャッチャ延命で入ってる。これ延命しちゃうか。別にする必要もなかったんですけど、それっぽくするためにしました。素晴らしいな。広告か、これ。なるほど。だよな。飛ばそう。GG って感じで、マジャチャが強いですね、結局。ガゴだったらできないことはマジャチャができて。マジャチャできないことが学校できたりするんですけど。今の環境どっちかって言ったらマジャチャの方が強いと思います。はい。で、トリトン型より、やっぱ今はこっちかな。トリトンがいろいろできなくなっちゃったんで。自分はこっちがいいかなと思います。このね、U の型。U の型だね、U の型。この手札の時は、血工場もありなんですけど、血工場、これ釣られるわ。やべ。何やってんの？でも結構過剰。ん？あそこの位置釣られないか。なんでもないです。すいません。このメガゴはエレキで逆サイドにする必要もなかったけど、これとかにユーノつけてあげると良きかなと。単体で突っ込ませるのはもったいないんで、ここは適当にマジャチャで守ってあげて、ここにザップ打つか。はい。で、あるのがメガゴーと丸太。多分メガゴーだね。丸太で飛ばんのから。で、このファイスピって入れたくないから、ファイスピ。で、殴ってもらって、で、ランバーまだ回んないから、このゴーストも結構。耐えてくれる。で、ここ、血工場ですね。エリアと取ってるか知らんすけど。
ケツ工場したら、多分ベビドラからかな。ベビドラからかもしんない。うわ、スパーキーなの？え？それはやばい。あ、マジか、スパーキーか。あ、スパーキーか、どうしよう。だから全然違うわ、デッキが。思ってたのと。とんでもないっすね。これとりあえずマジアチャで受けて、これ、このね、美味しい言うのが。よいしょ、ザップ持っちゃえば、処理できる。オッケー。で、ここは延命して、工場前につけて。よいしょ。で、スパーキーが泣いたんで結構攻めていきたいですね。オーブン受けでしょ？あー、出しさせたかった。まあ、これランバー受け。ギリギリでゴーストで受けて、多分これスパーキー受けされるから、薬剤ペッカでエレキもで工場もつけます。消えるとこがっつり攻めとかこんな感じでやって、でこっち言うのだけで押されるんで、言うのがこ言うのこれ強いっすね。で多分左はもう急かな。でゴースト、ああそういう感じか。じゃあロイジェ来るな。あれ来なかった。じゃあ工場で釣ってあげよう。あーどうしよう。エレキ後ろからですね。なんでかっていうとこれこんな感じでやるからっす。でこれペッカ回し、ペッカまで待った方がいいな。ペッカまで待ってペッカです。うちまだ全然ね大丈夫なんで。でこっちゴースト取ってあげて両サイド振る感じで、あーこれ美味しい、勝ち。よいしょー。ふう、まあ相手の手だやっぱね把握することが大事ですね多分。パソコン壊れたのマジでどうしよう。結構俺毎日投稿するモチベもあって、でしっかりね動画もあったんですけど、パソコン壊れちゃったからできねえ。吐きかな。これやばくね。ないと急だわ。多分迫撃で、これにエレキつけて、オッケーオッケー、コウモリね、オッケー。で、多分真ん中、あー、なになに？あ、これ。うわっ！うわー、最悪。これ家の逆釣りかな。うわ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 。ひどいひどい。ひどいひどい、それは。どうしよう、家の入ってくれ。オッケーオッケー。で、ゴーストなるべく早くディガ溶かして、何のデッキこれ？ナイト入ってんだよな。多分迫撃だと思うけど。一つは、これ。急用、ん？普通にナイト受けか。スペルが気になりますね。ファイブとかあったらもう終わりかな。やべ、ミスった。まあまあまあ、あんま変わらんか。なになになに？なになになに？で、これに、工場つけてみるか。多分、迫撃、だったら迫撃受けだと思うけど、今んとこないと切ったら、この、これの小物受けがない。あれ？はい。どう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 、よいしょよいしょよいしょ。あー、迫撃じゃないんだ。普通のディガーデッキなんだね。こう来たら、じゃあ、ケツップかな。ロケット持ってるんで、左は絶対落とされんでね。まあ、なるべく抑えたいんですけど。やべ、2発やる。守れ。オッケー。はい。
マヤフラワーズ。ただいまに答えてやれなかった。すいません。グッドゲーム。まあ、マジアチャがめちゃくちゃきつそうだったんで、マジアチャの前にね、いろいろ付け足して、ゴリアスゲーミングでしたね。迫撃ないの本当に。うわ、ガチでないじゃん。まあ、プリンセス入ってる時点でないか。まあ、わからないんですけど、まあ、どんどん行きましょう。負けるまでってタイトルでいっかな。こういう初手とか自分結構言うの切っちゃうんですよね。なるほど。言うの。まあ、言うの入ってるデッキって大体ペッカっすよね。あ、もんじゃ。言うの入ってるデッキ、大体ペッカ。ぽいな。まあ、ペッカ対決って、ケツペカ、ケツペッカとりあえずするんですよね。とりあえずして、で、もし逆サイ攻められたらめっちゃ起動してゴリ押すみたいな。多分、まあ、逆攻めてくんのかな。トリトン入ってるデッキやったら逆ブッパーからのトリ、ペッカに対してはトリトンだけでいいと思うんですけど。なるほど。そういう感じなら、この逆サイエレキで起動してろ。こんなんどうすか。で、これに U の敵に出しておいて。オッケーオッケー。しっかり読んでるよ。これはね、非常にいいね、工場バブリアンだと思いますね。相手は止めづらい。めちゃくちゃ止めづらい相手。オッケー入ってる。うわ、もうちょっと早くザップってばよかった。もう最悪。2体が殴ってる時にザップったらもっと入ったな。800とか、残り600とかになってたかもしんないっす。ミス！切り替えよう。これは何受けだ？ん？何受けだこれ。ペッカか。美味しい美味しい。俺はさすがにヤンチーなんで、なるべく低めで受けたいんですよね。多分、ここが結構なかなか攻めたペッカの位置かな。あー、キングラでよかったか、普通に。うわー、それは聞いてない。はっ、やばくない今の。突進する直の前で、エレキや。あ、で、結構削られたな。まあ今、あれがないんでね、ペッカがないんで、結構合流しちゃっていいと思います。で、ここマジアチャ当てて、おいしょってな感じで。イエスイエス。で、先一本折ったらめちゃくちゃ楽ですね。うん、ここポジションかけちゃう。はいはいはい。あー、2発おいしい。で、これエレキ出して、で、ラム来るんで、こっちペッカで釣ってあげましょう。はい。よいしょ。よいしょ。これ逆成功場だな。OK。いうのが魔術に向かって魔術処理してくれる。これはしっかりエレキで抑えて、まあ、呪文回ったとて、間に合わんくねって感じなんですけど。OK。別ゲーム。いいね、ペッキー。はい、どんどん行こう。よろしく、ゴンザレスさん。まずは初手言うのをね、しましょう。別に、どうなんですかね。初手言うのする人と、まあ、後ろから出す人もいるんですけど、俺は割と前から出さなんですけどね。まあ、時と場合によって、だから何とも言えないんですけどね。まあまあまあ、どっちでもいいかなと思います、それは。まあ、初手待つでもいいと思うし、全然。動くにしても後ろからとか前とかもあるんで、ね。おのおのって感じで。よいしょ。何これ。枯渇、あー、アプリか。なるほど。あー、どうしようこれ。めんどくさいな。ペッカでしか止まんない。あー、うまいうまいうまい。よいしょ。いてえ、まあ、なんとか、まあ、抑えれたけど。初っ端攻めすぎた感もあった。でも、これは、全然勝てる相性でもあるんですよね。相手、マジアチャ鬼きついんで、しっかりね、マジアチャでね、いやらしく攻めていけば、
良き計らいなのではないかなと思います。わあ、これ無視するべきだったな。うわー、もったいねー、まあ、こういうところにこんな感じでペッカーの後ろにマジアチャついてるだけでも相手はね、もう鬼しんどいんで。あ、てかファイボじゃん、やべ、ファイボはやべえぞ、ファイボはやべえぞ。でしっかりね、アートローで切られたらすぐポイズン打ちたいんですが、うん、このね、ゴーストがいる間に工場つけたいんですよね。ギャングとか出てきてもこいつがやってプシーンって言ってくれるのと思ってたらやばい、ゴースト、くー、よいしょ。いやー、一発、おっきいおっきい。で、しまいに来たら言うの、ファイボか、ファイボか、ファイボなのか。はい。うわぁ、ファイボなのか。ちょっとファイボ、やばいな。ファイボどうしましょうかね。なるほど。それは別に、このゴーストで、一気にしよう。来た来た、これ来た。絶対、あ、来たこれ。足せ。うわぁ。足せ。ペッカ、オッケー。これ一発折れたね。よしよしよし。で、この441をなるべく折らせない感じで。ほっ。よし。5受けないじゃない。オッケー。まあ、グッドゲームってな感じでね。かつね、まあ、取る低いからなんですけど。どんどん行こう。よろしく。で、これの初手は、基本自分は、工場よりゴーストを後ろからとかですかね。端前から出しちゃうと取れねえ、絶対座れちゃうんで、あったら。後ろからだったら、相手のなんか動き次第で取れねっぽいなと思ったら、まあ、前に足したり、後ろに足したりとか、いろいろできるんで、ね、うん、こういうのを、ペッカ足すんですよね。相手の、例えばバルキリーとかナイトに対して、ペッカってめちゃくちゃ相性いいんですよ。なんで、割とナイトとか見えたら出していいと思うんですけど、違いますかね。よいしょ。オッケー。まあ序盤にしてはいい感じに攻めれましたね。相手も多分クロスなんですけど、ロケットかファイボによってまた結構変わってきますね。ロケットだったら基本相性いいことはないんかな。いや、ペッカの方が相性良さそうなんですけど、ロケットだったら。わかんないっすね、それは。ファイブだったら、クロスだと思います。それは間違いなく。なんかこの防衛クロスの位置はありがたいから。まあ、ケツペッカかな。基本ナイトってでもロケットが多いんですよね。なんでケツペッカかっていうと、まあ、相手何枚か回さないとね、クロスが回んないんで、2枚かな。なんで、それ回してクロス立てられるぐらいなら、結構許容して攻めた方がいいかなと。まあ、説明下手なんですけどね。これ、マジャチャ反応しちゃうんで、ペッカにしっかりタゲが行ってから出してあげましょう。これ逆再工場だな。で、U のも出せたら出してあげて。早かった、言うの。ミスった。これミス、ミス。わぁ、もったいない。ここも結構、使ってくれたんでね。ケツペッカでいいです。で、逆サイクロス来たとしても、無理に守ろうとせずに、この、入ってから。相手の、なんだろう、このチュンチュンが入ってから、こんな感じでね、守ってあげるといいですね。あ、でもそろそろやばいんで、たぎりせよ。あれ?やばくね?うわぁ、一発も。やったかもしんない。相手がロケットの場合めちゃくちゃやばいんですけど、ロケットじゃない場合は、こんな感じで。うわぁ!やばい、なんか嫌な気がしてきた。
マジャージ切んなきゃよかったかもしんないっすね、これ。わー、だる。うわー、チャーの位置だる。やっちまったぞ、これ。よいしょ。うん。うわ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 。ちょっと待って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 。待って待って待って。危ねえ。まだいける、まだいける。全然いける。あー、なるほど。こうしてでしっかりペッカにたぎってからマジアチャーでポイズンもしっかりかけてあげたいが、あーマジアチャーにたぎってる、まずいこれ。あーそういう感じ、やっぱいやもうこれ行くしかないでしょ。もう一発、え、これってどうなの、これってどうなの、ちょっと待って、いや多分足んない気がしてきた。あーあー、朝からきちい、朝からきちいわ、もう本当に勘弁してくれや。あーグッドゲーム、うん、ということでパソコン戻ったらどんどんね動画上がってくんでね、パソコン戻ったらっていうか買ったらか、これからもご視聴お願いしますということで、あーバイバイっていうのなんかあれやな。